はい、どうもスマイルトリプルナインです。本日紹介するのはこちらです。はい、そうです。はい、テレビくんの2月号の付録に、はい、このテレビくんだけしか手に入らないシフトカーです。限定シフトカーがあります。それがシフトハイスピードです。はい、もちろん本物のおもちゃということは本当のシフトカー、つまりデラックスシフトカーが入っております。さあ、ではもうネタバレ満載のなんか表紙になってますけども、はい、ではこちらの方を紹介していきたいと思います。こちらが雑誌についている付録です。テレビくん2月号付録、シフトハイスピードテレビくんバージョンでございます。はい、ではパッケージ見ていきましょう。こうなっております。内容書いてますね。はい、お、はい、仮面ライダードライブに新たな力がって書いてますね。はい、でこのシフトハイスピードなんですけども、なんと本編で、そうなんです、出てくるわけではないんですけども、はい、テレビくんの、はい、DVD ですね。はい、次回の3月号にテレビくんの、はい、おなじみのあれですね、仮面ライダーの DVD ですね、それしか見れない DVD があるんですけども、はい、それに出てきます。はい、という、はい、つまり反則アイテムになってるんですね。で、ドライブが実はタイプスピードとまた違った姿になるんですよ。これで、はい、シフトハイスピードでございます。なるほどね、シフトスピードの、はい、色違いですね。はい、シルバーのボディと赤のボディになってます。ほーん、なるほどね。まあ全体はこうなっております。うん、いいですね。はい、シルバーの塗装がすごくよくできてます。かっこいいです。はい、で後ろは、あ、シールが、そうだ、貼ってないですね。こことここのライン線とここのマークですね、シールがないです。そして、はい、おなじみの可動部分。お、スムーズですね。ということは、あ、ワンタッチですね。なるほど、これデラックス版と同じ仕組みですね。あ、これは嬉しいですね。うん、素晴らしい。では、多分シール貼りがあるのかな。そうなんです、前回のね、限定のシフトカーが、シフトスピードの、音声違った版だったんですよね。とまた今度は違ったバージョンなんですね、こちらが。はい、その第2弾ですね。はい、ではということで、シールを貼らないといけないんで、では早速ちょっと貼っていきたいと思います。こちらが、はい、テレビくんのシール貼りですよ。はい、シフトカーにつけるシークレットミッションステッカーでございます。さあ、これをね、つけていって、まあオリジナルのデザインのシフトカーに仕上げてみましょうということですね。はい、たくさんありますね。はい、これマークのシールですね。で、これがライン線のシールになっております。で、ここが横につける部分ですね、ドアの部分につけるシールですね。はい、じゃあ僕なりにデザインして、では早速貼っていきましょう。貼り終えました。全体こうなってます。はい、こことここにシール貼りました。ここにもシール貼りました。そしてここにも、ここにも貼りました。そしてタイヤの部分にも貼りました、という風になってます。そしてこちらにも貼りました。はい、今回なんとびっくりマークなんですよね。はい、となってます。うん、とてもかっこいいデザインになっておりますね。はい、では音声確認参りましょう。ではシフトハイスピードを使ってドライブドライバーの音声確認参りましょう。はい、シフトスピードの時とどう違うか、はい、今から確かめたいと思います。では行きます。はい、そういうことです。びっくりマークが出たときに、はいという音声が入ってましたね。じゃあ特殊攻撃では1回、2回、3回やっていきましょう。ではまず1回目。2回目。3回目。ここは全く一緒ですね。じゃあ必殺いきましょう。
はい、ここだけ音声が違いましたね。はい、必殺音声はなんとテレビくんでございます。なんか人が走ってる姿がなんかベイツさんから映りましたね。ということです。ではブレイクガンナーにセットしてみましょう。はい、これはフォームチェンジのためのシフトカーなんで、はい、おなじみの音声が鳴るかもです。では行きます。はい、ということですね。ということは、トリガーを押しても、こちらの必殺も押しても、全く同じ音声です。以上で、テレビくん2月号付録、シフトハイスピードテレビくんバージョンの方をご紹介いたしました。はい、最初ね、特殊な音声が鳴りましたね。はい、最初に、はいってなって、その後にスピード。でも音声は、あとはもうそのままでしたね。はい。あと最後に必殺の時はテレビくんでした。はい。いやー、まあ、まさに限定の詞とかですね。まあ、特殊音声もあって、はい、いいんじゃないでしょうか。シフトスピードの時の音声との違いは、シフトスピードの時はもう普通にタイプスピードなんですけども、このシフトハイスピードはドライブタイプハイスピードなんですよね。はい。という違いでした。はいっていう時にはびっくりマークがそう出てましたね。はい。ということです。はい。というわけで今回は以上です。ありがとうございました。では皆さん、次の動画をお楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。スマイルトリプルナインのチャンネル登録は PC の方はこの画面にあるボタンをクリックだ。スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。これからもスマイルトリプルナインをよろしく。